やみんぱい。今日はキャンメイクから出た新作を使って春のメイクをしていきたいと思います。今回はせっかくなのでキャンメイク縛りでやっていきたいと思います。メイクをしながらつどつどゲットしてきた新作も紹介しつつ、私のおすすめのキャンメイクも使ってメイクしているので、ぜひ最後まで見てください。それではメイクアップ。よし、じゃあ早速メイク始めていきます。もうベースから今日はやっていくので、はい、よし、じゃあこちらプルーン、キャンメイクマーメイドスキンジェル UV01 番です。シカが配合されたものが出てたらしいんですけど、それを本当は欲しかったんだけども、人気で在庫切れで、これは普通の01番のノーマルタイプのやつを買ってきました。なんかこんな感じの普通に、だからシカのやつがくすみとか赤みを飛ばしてくれるやつなので、それが欲しかったんですけど、やっぱ人気なんだね。ぜひ会った際はその時買うのをおすすめします。なんか保湿クリームみたい、私の肌に合うかもしれない。いい意味でなんかお水、ちょっとねっとりしたお水を塗ってるみたい。うわ、ほらすごい、なんかめっちゃツヤツヤツヤテカ、これすごいいいね。で次こちら、トランスペアレントフィニッシュパウダー VSA フェイスパウダーです。中身がこんな感じで、ちょっと透明感をアップしてくれるような真珠みたいな色をしてます。でみんなとりあえずなんかキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー持ってたイメージ。ちっちゃいのもあるじゃん、あれで、ちっちゃいのみんな持ってた。これはそれよりもう白って感じ。はい、ベースは完成しました。そして次、眉毛。眉毛はてるん、ミックスアイブロウ02番です。新作ではこれがなんかピンク色とか混ざったやつも、混ざってたやつもあったんですけど、まあ、ちょっと私の今の髪色とかに結構違うかなと思ったので、まあ、普通のノーマルなやつ買ってきました。でも結構これも本当使えるから、高校の時軽く学校でパウダーのせるくらいしてて、他が遊ぶってなったらがっつりちゃんとしっかり眉毛描き足して、他も卒業シーズンか、早い、やばい、無理、待って、まだ高校卒業したてな気分だけど。一個下の子が卒業したっていうことでしょ。いやー、時の流れが早い。一生年ってこう戻れないって思うとなんか不思議じゃないですか。当たり前だけど、こう一人の時間になるとね、そういうことばっか考えるんだよね。なんか死んだらどうなるんだろうとか、死後の世界ってあるのかなとか、空はどこまで続いてるんだろうとか、絶対無駄な時間だけど、そう考える時間もなんか面白いので、ぜひやってみてください。私眠る時にあの森林の音とか、あと雨の音を聞きながら結構寝るんですよ。なんかこの間お仕事一緒になった方が、なんかもっとすごい5次元を体験するような、5次元ってもうよく分かんないけど、そういう宇宙の音みたいな、なんかそういうのを聞くのにハマってますみたいに言ってて、ちょっと気になるなと思って、ちょっとまだ聞いてはないんですけど、ぜひなんかみんなも聞いてるものあったら教えてください。よし、眉毛が完成しました。はい、次こちら新作ですね、シルキースフレアイズマットタイプ M04 番です。こんな感じですね、なんか、かわいい春っぽい色だし、なんか使いやすい色で、まずこの薄いピンクを、あ、でもこの一番薄い色結構こう青ピンクっぽいのかなと思ったけど、意外とそんなことない、ちょっと赤みのあるピンクって感じで、かわいい。これはちょっと下まぶたにこうやって囲んで、次このちょっと濃いピンク、これ可愛いよね、絶対ピーチみたい、この筆の太さ1/2くらい、
と塗った後にこうやって指でこの1個目と2個目ぼかしてあげるとで、こことここの色をちょっと混ぜてこの目尻に入れていくで、こういう濃いピンク使いにくいって時はまぶたよりこう下まぶたとかに塗るとこう腫れぼったくは見えなくて使いやすいかなと思うのでしまうのはこの感じで出てみました。締まるしね、顔が。で、これだけだとピンクって結構腫れぼったく見えがちだからこのね、上にあるラメを乗せると結構なんか腫れぼったさがなくなる気がします。このラメでハイライトっぽくするとこう目の立体感が出るから、あ、かわいい。結構キラキラしてる。もうこれ涙袋にも貼ります。とりあえずアイシャドウはこれで完成です。続いてこちら、てれん、スリムリキッドアイライナーの02番です。すごいシンプルなアイライナー、ブラウンです。うわ、でも結構ねこれ細い、描きやすいかも。細くしっかり描きました、うん、ブラウンだからしっかり描いても描いてます感は出るから、あと結構ピンクにブラウンって似合うし春っぽいから。はい、そしてまた戻ってきました。このアイシャドウ、これでこれはねどっちかというと結構ね赤茶っぽいから馴染んでくれるかな。お、アイメイクはいけましたね。はい、そしてこちらですね、てるーん、これはちょっと私がずっと欲しくてずっとずっと探し求めていたやつがあったので、もうこれは買わないとと思って買ってきたんですけど、前にスリーウェイスムスリムシェードライナー01番涙袋に入れたりとかする用のやつなんだけど、これは茶色なんだけど、これはねなんとね01番のピンクです。え、わかんない、これどんな感じになるんだろう。ちょっとやってみますね。お、え、いいんじゃない。茶色で描いちゃうと黒く見えちゃってクマっぽくなるっていうのもやったんですよ。でもこれだとナチュラルかつよりピンクっぽさ増しますね。目のここにも入れてみます。結構ピンクだね、すごい。あ、でもなんか茶色よりかも自然な涙袋が作れる気がする。このピンク結構いいかもしれない。おー、ちょっと今後いっぱい使ってみようと思います。はい、そしたらプルーン、オフするマスカラですね。今回は02番のミルクブラウンを買ってきました。パッケージこんな感じ。お湯でスルンと落とせるのに上向きまつげが長時間続いて、ウォータープルーフなのにお湯でスルンと落とせる、なんかすごいですね。いいとこ取りのマスカラっていう感じで売り出されてました。まつげを上げて塗っていきます。なんか液がすごいたっぷり。私には物足りない気もするなんかマスカラは結構好みのタイプが分かれるから、綺麗にとりあえず塗りたいっていうのにはいいのかもしれない。これはそういうシンプルなメイクとか今日はナチュラルでいきたいなっていう時は結構いいかも。うん、マスカラになりました。ほら結構ナチュラルじゃない。じゃあ次、グローフルールチークス E10 番です。
な感じの色です。これすごい可愛いんですよね。なんかラズベリー系みたいな、なんかそういう感じの色でちょっと上品な感じにできるので、春はねなんか大人な色、ちょっと深みのあるこういう色も使うといいかなと。最近ちょっとだけ鼻に入れるのも好きで、ちょっとこうハイライト代わりみたいな感じでするのが好きで。最後でリップです。リップも新作で、ジューシーリップティント05番です。ちょっとね深みのある感じでしたよ。わっ、かわいい。結構発色すごい綺麗。あ、このメイクにめっちゃ似合うじゃん。潤いはちゃんとあるからありがたい。私の乾燥してる口には。わ、リップ塗っただけで結構なんか大人っぽくなるね、このリップ。はい、すべて完了しました。メイクこんな感じです。あ、ちなみにちょっとピンクっぽい感じの春っぽい黒コンも一緒につけたんですけど、まあ、多分このリップの色が結構その印象強いと思うんだけど、大人っぽい感じになってね、深みのあるピンクメイクになってて、でもこのアイシャドウは可愛らしい感じに仕上がりそうでもあるし、でもこのね一番濃い色、赤みブラウンみたいなね、そんな色だから、これをここにも塗ったし、アイラインぼかす時にも塗ったんだけど、これ使うだけで結構一気になんか大人っぽくなるから、これ可愛いね。今日はベースは結構あのシンプルなんですけど、この組み合わせは結構私的にお肌はそこまで乾燥せずに綺麗にしてくれた気がします。はい、こんな感じで久しぶりにキャンメイク縛りでメイクしてみたんですけど、やっぱりキャンメイクは私たちの味方永遠に。さっきあのカメラマンさんに話していただいて、あのこういう質問があって、もしこの世にメイクのなんかこれがあればもう生きていけるみたいな、どこってやれた時にやっぱキャンメイクかなって思ったので、これからもちょっと新作どんどん紹介していきたいと思うので、たくさん見てください。いいねもコメントもチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。ひとえに恋してひとえに愛して可愛い子ちは